この時間は名古屋対京都、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの舞台はローマオリンピコ、1953年に建設された歴史あるスタジアムですが、その名を聞くだけで数々の激闘の記憶が呼び起こされる人も多いかもしれません。さあコンディション、雨が落ちてきました。今日はそんな中のナイトゲームになります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。名古屋433のシステムですが、どうご覧になりますか？そうですね、相手中央にスペースを作りやすいシステムなんですよね、はい、特徴でもある両ウィングがどんどんサイドに開いて、相手ディフェンダーを散らす動きが必要になってきますけどもね、さらにこのシステムはボランチが特に重要なポジションになってきますよね。なるほど、ボランチなんですね。そうですね、ただケアしなければいけない点もあって、全体的に選手間の距離ですよね、これを空けすぎないことが重要になってくるんですよね。特に気をつけなければいけないのはボランチの位置ですよね、ここを空けすぎてしまうと素早い展開ができなくなりますからね、はい、ファーストハーフキックオフです。名古屋対京都、エキシビションマッチが始まりました。まずは自分たちのペースに持っていくことが、この入りは大事ですよね、はい、そのためにはできるだけ相手のエリアにいる時間を長くする、シュートで悪い意識を持つことですよね。なるほど、ゲームの立ち上がりまずは見ていきましょう。宇高、スペースを狙った、この位置でボールを受けます。本田、いい展開ですね。どうする、ここは間合いを取る、ディフェンスをものともしません。金崎、奪います。松田、アーチのようなパス、いけるか。稲垣、先頭へ、相馬へ、相馬へ、先頭へ、ふわっと裏を狙う、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。飯田、メンデス、本田、裏を狙っていきます。いいボールだ。スピードアップしたいところだったんですけどもね。稲垣、先頭へ、レオシルバへ、先頭へ、レオシルバへ、これはちょっとコントロールできませんでした。本田、メンデス、本田、メンデス、京都が結構横に広くピッチを使ってますけどもね、うん、先ほどから前線の選手が外に開いてるんですよね。なるほど、サイドから攻めようという意図なんですね。そうですね、あとはタッチラインまで開くことで中にいるディフェンダーを外まで釣ってこられるんですよね、そうすることで中央にバイタルができやすくなるメリットもありますからね、はい、セント、ここで前を向けるか。このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。ちょっと小さい、チャンスを演出できるか。シュート、こぼれた、セント、ボールを下げてリズムを作るか。丸山、今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか？まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね、スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。飯田、長いボールを送ります。
チャレンジはしません。後ろに流す。前半の中盤に差し掛かりましたが、まだスコアに動きはありません。裏のスペースを狙う。キーパー前へ蹴り出します。京都、最終ラインまでボールを下げる。キーパーから前線へ。フエンテン・マルティノス、スルーパスを出す。いいボール入りますよ。これを拾いたい名古屋。さあ左サイドへ。中へのクロス、これはクリア。再びクロス、ランゲラック、しっかりと抑えました。メンデス、チャンスになる。さあどうする。ディフェンスの看板なプレーにしっかりつけ込む、いいシュートでした。奪って引きつけておいて、まあ、相手からのミスになりましたけども拾いましたよね。宮原、相馬へ。本田、松田へ。宇高、さあ左へ預けて。裏へ出るか。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。セント、ボールを下げてリズムを作るか。稲垣へ。宮原、相馬へ。稲垣へ、相馬へ。スペースを狙う。右サイドへ振って、さあカウンターを仕掛けます。ワイドによく見てますよね。このパスがつながります。抜けるか、松田、武田、抜ければチャンス、来たチャンスだ。さあカウンターのチャンスになります。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあ金崎、ボールが流れていきます。さあ左へ預けて、裏を狙う。このスルーパスは通りません。セント、宮原からアーチのようなパス。さあどこに出してくる。大きく縦へ。さあここでカウンター。本田、裏へ届くか。裏のスペースを狙う。裏へ飛び出した。さあ松田、チャレンジはしません。後ろに流す。長いボール縦へ。相馬、裏を狙っていきます。チャンスを演出できるか。
稲垣へ、サイドを縦に走らせます。宮原からの折り返し、このクリアボール拾いたい。カウンターを仕掛けていきます。宇高、柔らかいボール、サイドのスペースを使いますが通りませんでした。稲垣、宮原、縦へのボール、41分が経過、前半です。飯田、さあ左サイドへ、丸山、稲垣へ、宮原、稲垣へ、相馬へ、スルーパス、いやいいボールだ。仕掛けるタイミングを図る。中は枚数います。相馬へのボール、デオシルバー、ここで丁寧にボールを扱う。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。まだスコアレスです。北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。名古屋としては中盤の組み立てから最後シュートまでいい形が作れてますよね。ちょっとボールがうまく連動しているような前半でしたよね。名古屋対京都、0対0のまま折り返します。後半スタートです。まあ非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。そうですね。本田、メンデス、ボールを下げてリズムを作るか、大きく縦へ、チアゴ、先頭へ、稲垣へ、レオシルバーへ、先頭へ、サイドのスペースへ走らせる。お、これいいですよ。ここ拾って次につなげたい京都。このボールには届きませんでした。メンデス、京都最終ラインまでボールを下げる。長いボールを送ります。サイドのスペースを使います。飯田、さあつながるか、一旦前を取る。お、これいいでしょ。キーパー、さあどうする。マテウス、カウンターを仕掛けます。ボールを下げてリズムを作るか、宮原、稲垣へ、相馬へ、スルーパスを狙う。相馬へのボール、ボールがつながる。ここで受けて、もう一つ前に行きたい。稲垣へ、これ仕掛けるか、どうする。さあどこに出してくる。稲垣、さあ右へ預けて、先頭へ、右サイドへ振って、撫でるようなボールタッチ。
クロス合わせてくるか、仕掛けるか、チャンスを演出できるか。京都、先ほどから中央に人数をしっかりかけて守ってますね。そうですね、中に人数を揃えてクロスを跳ね返そうという意図だと思いますけどもね、はい、あとは大事なのはこぼれ球を相手に拾われないようにすることですかね、大きくクリアするか味方につなげる意識を持つかが重要になってますよね。その差が大きいんでしょうね。そうなんですよね。これは狙える距離でしょう。今日初めてのセットプレーです。最初から拾いたい、緩いボール、上げる、キーパー触る。さあカウンタースピードを上げたいところ、セント裏へのスルーパス、武田縦へのボール、スペースを狙う、来たか、ピーター・ウタカー、いやーパースを受けてシュート、しかし決まりません。足元ではなくてやはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。激しいボールの奪い合いです。長いボール縦へ、ふわっとしたボール、打つか、シュート、いやー、んー、ポストの左です。この試合も終盤に差し掛かりました。両チームとも攻めるシーンはあったんですけれども、なかなか得点には至らず。セント先頭へ、相馬へのボール、どこまで出る、大きく縦へ、宇高、武田組み立てながら攻め上がっていく、サイドを使います、松田へ、松田からピーター・ウタカ、さあどうする、シュート、ランゲラック、宮原、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。メンデス、キーパーからのロングフィード、裏のスペースを狙う、渡ります、どうだ、宇高からマルティノス、サイドへ、飯田、クロスを選択、アウト、出てきた、頭にピンポイントで合わせたんですがここは決まりません。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかりフォローしていかなければいけませんよね。名古屋、ここでベンチが動きます。激しいボールの奪い合い、メンデス縦へのボール、松田、松田からピーター・ウタカ、左上がっていきます、これは相手選手に当たりコーナーキックになります。
クリアです。短く出す、素晴らしいシュート、いやいや、ナイスセーブ、いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね、好セーブを見せました。松田、枚数いる、中につなぎたい、中に入れる、中に合わせてくるか、丁寧に足元を使う、中央へ、名古屋一旦クリアで落ち着かせます。さあ左へ預けて、レオシルバ、さあ繋がるか、いいボールですね、マテウスへのボールと、ボールはいいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。マテウス、マテウスへ、レオシルバへ、先頭へ、右サイドへ振ってリズムを刻む、先頭へスルーパス、この位置で受ける、ここはクロス、金崎、お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね、今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、まあ、バランスですよね。名古屋決定的なチャンスを収めることができませんでした。ここでのパスは危ない、スルーパスを狙う、足元大事に行きます、中央へ、わずかに合いません。宇高、中で味方の選手が待っている、中央へ、これはクリア、チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったところでしょうね。非常に持ち味を両チームとも発揮している試合になってますよね。ここは通しません、宇高から左へ、竹富、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。武田、チャレンジはしません、後ろに流す、飯田、サイドを変えた形、長いパスがつながります、これ入るか、チアゴ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。レオシルバ、マテウスへ、マテウスから阿部、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。稲垣へ、裏へのスルーパス、さあつながるか、いけるか、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。時間かけずに攻めたいですよね。
武田、ふわっと裏を狙う丸山、さあ右へ預けて阿部、ここを繋げれば早いパス回し、サイドを使う、長いボールを送ります。金崎からレオシルバー、通るのか、このパス、いいボール入りますよ。上げることができるか、試合終了0対0。今日のゲームはスコアレスドローという結果で終了しています。さあ北澤さん、試合の総括をお願いします。この引き分けをどう捉えるかですよね。勝てなくて残念なのか、負けなくてよかったのか、いずれにせよ自分たちにとってプラスになるような受け止め方をしていくことでしょうね。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。結局0対0の引き分けで試合を終えました。